はい、どうもありがとうございました。ウィンクの二人でした。ありがとうございました。さて、続いてのゲストはご紹介しましょう。小川のりこちゃんです。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。まあ、のりこちゃんといえばね、歌にしろや、ね、あと女優としての仕事がすごく活躍ぶりが拝見させていただいてるんですけども、まあ、歌手として、はい、まあ、損すること、はい、まあ、得すること、いろいろとあると思うんですけども損することって何かありますかね。そうですね、大変が効かないこととか学校で、顔が知れていて、もう顔が知れてますからね、はい、もう声まで知れちゃいましてるから、ね、それはもうしょうがないですよ、ね、中井さんは何かありますか。いや、僕はもうなぜかアイドルのはずなのに、いつの間にかもう司会者になってるってことがですねいつの間にか3枚目になってるのが気のせいだと思うんですけども、さあ、それでは歌っていただきましょう。小川のりこちゃんです。どうぞ。友達の失恋話、慰めてたの涙も出たけど、片方で大丈夫と冷たくして帰ってきたわ。いつもよりおしゃべりな口を、あなたの指が遮る。胸のときめき気づかれた、私の中の少女が風に舞う子の葉のように、寂しくて知りながら
真実の口なくても今すぐに言えるバイクに乗る